じゃあ福井記念優勝しました福井の脇本雄太選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。一安心っていう感じですかね。まずまあそうですね、去年一昨年とちょっと優勝できてなかったので、まあその分しっかり気持ちは入れれたかなっていうふうには思います。まあ、弟の優希さんがまずスタート取りに行きましたけど、もうそこから全部自分がっていう感じだったんですかね。まあ、本人も気持ちで入ってましたし、まあ、それに対してはしっかり、意識を汲み取った上でのレースかなっていうふうに思ってました。でも初手の並びとしても大体あれが想定通りっていう感じで、まあまあまあそうですね、もうそうなるだろうなっていうふうに思ってました。でも新山選手が叩きに来ましたけども、あそこはどういうふうに追走しながら見てました。いや、とりあえず切ったり追走して、まあ、初日特戦みたいに行かれるようなことがあれば、まあ、そこはしっかりあの気持ち切り替えて、まあ、自分が勝てるようなレースをしなければならないなというふうに思ってました。まあ、実際行かれてしまいましたけど、その辺はまあまあでもしっかりあの新山君の足は使わせてますし、あの自分が勝てる土台は整ったんじゃないかなというふうに思ってました。まあ、しっかりと冷静に切り替えて、まあ山田選手がバックで仕掛けたところ、まあ、その後仕掛けたという形になりましたけど、あの辺はまあそうですね、まあ、自分が仕掛けるタイミングちょっとワンテンポずれてしまったというふうに感覚は思うんですけども、まあ、踏み切れたらいるので、はい。まあ、これで地元の優勝だと2年ぶり、記念だと4年ぶり、記念だと4年ぶりですけど、4年ぶりじゃないと思う。ああ、地元ね。そう、地元は2年ぶりで、記念の記念、地元記念が4年ぶりですね。地元のお客さんはどうでした。いや、まあいつも暑いなと思ってるので、なんとか答えられてよかったです。まあ、今回初の兄弟連携でしたけど、そこはどうですか。まあ昨日の夜からレース前まで含めて。まあ俺は冷静やったけどね。勇気はちょっと雰囲気がちょっと出てたんで、まあその辺は。まあ、僕は自身は冷静にならないといけないので、はい。まあ、次はまた大きい舞台で、さらに大きい舞台で連携ができれば、もちろん弟子も含めて、まあ、しっかり今回の優勝も含めて、まあ、弾みになれればというふうに思ってます。まあ、実は、まあ、ここまでしばらく連戦でようやくちょっと一息置いて、まあ、オールスターという形になりますけども、そこに向けてはどうでしょうか。まあナイターですし、まあ6日間の長い開催なので、まあ、しっかりまた体力をつけ直すところから始めたいと思います。もうオールスターはいい思い出もあれば良くない思い出もある大会になりますけど、まあそうですね、まあ、その辺も含めてしっかりあの挽回できればというふうに思います。わかりました。ではファンの皆様へ最後メッセージをお願いします。そうですね、あのようやくちょっと久しぶりにあの地元記念優勝できて、あの正直ホッとしてます。オールスター、本当に優勝を目指して頑張りますので、より一層よろしくお願いします。